来週もやんの。え、そう、1回やけど。やった。みんな仕事なくても会えちゃうよ。分からへん、みんなシフト制かもしれへんけどね、会いやすいよ。見に来てね。前やで、見に来てね。みんな待ってます。待ってます。いやでも昼夜公演でたまに昼だけの時さ、うん、変な感じしよう。変な感じする。え、今から帰んのみたいな。終わってえ、わかるみたいな。びっくりする。なるよな。何しようってない。え、でもさ、普通の人が仕事終わるぐらいの時間やな。あ、そうやな。でもうちらからしたら早いってなるよな。早く終わってどうしようみたいな。そうだよ、何しようみたいな。普通に帰ってご飯食べればいいねんけど。そう、なんか遊べるくないとかね。パフェ行けるよ。時間があり余ってるみたいな。なるよな。そうだよな。ぜひぜひ来週も。まあでも当選で出てたな、もう。あ、そうなんや。なんか出てた気がする。来週、うん、もう15日出てた。ぜひお待ちしてます。また昨日もさ、漫画さ、ハマっちゃった。なんかもう何回聞いた。会うたびにそれしか聞いてないんやけど。昨日も新しいものを発見してしまう。じゃあね、なんかさ、うん、3巻まで無料で読めてん、うん、漫画も。ひどくないそれ。そんな4巻は代わり決まってるやん。代わり決まってるやん。3巻まで読んでんねん。気になる、気になる。なんで発掘するん。おすすめ出てきてビジュアルが好きやってん、その絵の。そんなもう開かない。もうだって3巻無料って書いてんねんもん。3巻無料やで、1200円。太っ腹やわっていうので開いちゃったら、あ、そうやった。うん、6巻ぐらいまで買ってた。あ、いた。何巻まで出てんの。9巻。帰って読もうかなって。またじゃあ夜更かし、ね、今日はあかんねん。もう夜更かししすぎ、あかんねん、うん、やめます。毎日夜更かししたって言ってるもん。そうそう、いや今日は寝るよ。まあね、でもあれやから、ちゃんと止めてるから。今全然気にならんところで止めてるから。あ、気にならんところで、ちょうどいいところがあったから。そこで止めとけば、うん、次いつ呼んでも大丈夫やから、うん、多分2週間ぐらいに読んでる。なんかめっちゃ全然今気になってないから。そんな気になってない。全然気になってない。え、一旦終わったの。そうやねんで、そう、一旦終わりました。いやでもその2週間の間に絶対また新しい漫画発掘するやろ。発掘する、対するやん。そうやね、発掘しちゃいますね、うん、ショートスリーパー私多分。え、え、そうなん。ショートスリーパーってどんな気分。うん。あ、なんかいいよ。持っていきや、箱。あ、そっち空いてる。あ、そっち空いてるし、一個あるし。なんか6人4連でやります、ね。4連でやる。6人まで配信可能。6人やばい。心身だってロングスリーパーやもんな。超ロングスリーパー。1回起きたら寝えへんかも。もう1日。え？なんか1分ぐらい目つぶればスッキリする、こうやって。なんでな。だからめっちゃ今日しんどいな、だるいな、体って思っててもこうやって1分目つぶればあ、スッキリ。え、1分でいいの。移動とか寝られへん。寝てない、ほんまに。ずっと編集してる。なんかこうやってボーンってなって、こうやってパッて起きたら絶対起きてるもん、キリナ。めっちゃ眠い時は寝るけど、あのずっと音楽聞こえてる状態、なんていうの、寝つぶってるだけ。本気で寝てないみたいな、うん、全部覚えてる曲。やばい、すごいな。車の方が寝れるかも。車揺れてる方が寝れるみたいな、うん、車の方が寝れる。シーシーは秒で寝ますよ、本当に。あの新幹線一緒に乗って、うん、発車しますぐらいでもう準備してる。さ、はいやーみたいな。もうなんか寝作りしてるな。もう寝てた。でも寝るために乗るから。そうだよ、例えば新大阪から京都ぐらいでも寝てるやな。あ、もう爆睡。京都はもう記憶ない。うん、え、そんな、ええ。めちゃめちゃ寝てる。そうなんですよ、足りひんもん全然移動時間。ほんま、うん、もっと長く乗りたい。え、
たい。嘘、広島から東京ぐらいまで。全然合ってない絵文字なんですよ。博多ぐらいまで行けるんちゃう。いや行きたい。行けるな。よう、でもちゃんとアラームかけてるもんな。え、そうやね。それ以来は。だから新幹線でアラームかけたことない。寝過ごすもん普通に。まあさすがに一人で乗ることはないから寝過ごさんと思うけど。いい女だって T シャツ着たね。いい女だって。そうだね。と面白いで心身は全然起きひんし。全然起きひん。なんか間もなくみたいなの起きちゃうね。ああ。放送みたいな。今日は犬です。面白いで心身。心身小玉で移動したら。って書いてる、あのいっぱい泊まるところ各駅停車、そうそう、新幹線の各駅停車みたいな。確かにな、それで乗ろう。ありや、私やったら無理やな、うん、早く着いて早く着いてって思っちゃう。甘すぎた、これ使いや。いやもう俺が息してないけど。あ、無理なやつ。ほんまや、全然息してるやつないやん。ないな、最近、うん。あ、乗ってみたい、ね、寝れる列車、寝台列車っていうの、横に乗れる列車があんねん。多分夜に走ってるんでしたっけ。多分 寝ながら行けるねん多分。やった、寝転ぶってこと。そう、部屋があんねん。やった、行けたら横に。それ行きたい。食べても美味しいです。寝台やって、寝台列車。何それ。突っ込まれたわ。何寝台で。寝台、え、寝台って。寝台、ほんまや。え、寝台なん。やった、よかった。寝台でしたね。分かった、寝台覚えました。今日一個賢くなった。寝台列車はどこ。めっちゃ北の子に走ってるの。東京、砂場、東京行き。東京に走ってるんやったらもう次からそれにしよう。ほんまや、夜から寝ていた、うん、夜から。嫌やな。みんなの集合時間に合わせて。さつまいもバター焼きです。あ、でもあれか、今日白ご飯。白ご飯やっぱ動いてるところ限られてそう。あ、そうなんや。白ご飯の、うん、そんな長い卵のせみたいなのだったんですよ、私は。区間めっちゃね、美味しかったですよ。読み方困ったら一旦音読みや、音読みしなきゃねって。さっき訓読みでしょ。何音読みって。分からへん。そんな難しいこと。あの音読みと訓読みは分かる。言葉でも分からへん、そんな難しいこと。やば、私よりやばい人がいた。あ、面白い。え、音読みと訓読みあるやん。カタカナって読むやつと、カタカナが何。分かる分かる。音読みの方が適当に頼んだやつをひたすら焼いて食べる。音読みで読んでみたらいいの。一旦音読みで読んでみるのがいいねって。そうやね、こうって。音読みがどれか分からへんから無理や。1個前ぐらいに読んでみて。だから寝、今のやったら寝るが訓読みで、寝台のシーンが音読みってことですよね。それで読んでみたら、え、なんでシーンとか言い始めたもん。無理やない、シーンは音読みなんや。やばい、これから私を吹っ切れよう、シンシンみたいに読めへんくっても。面白い、さすが。難しいよね、わかる。昨日スポキンでもう腕がね、ムキムキになりました。なんでって言われてもな、なんでとかないの。信じられないぐらい腕がムキムキになったんです。心臓のシーンだから、心臓のシーンは音読みって書いてるわ、みんな。だから心臓のあなた側じゃないやろ。あなた側、あたらが、あたらしいか、あたら、あたら側ではない。何をしたいか、それは言心臓やろ。心臓やから。じゃあ全部音読み、うん、ザワって音読みなんかな。ザワくん、こ、やばい、ザワってこうとか読みとかあるの、うん、なこの内側がね、分かるよ、やばいんですよ、この分かんない。だから、ずっと手紙とかさ、うん、まあ、まだ好きやから書くけど、手紙、腕相撲しよう、ノートとか取ること。いやいや、腕相撲した時のさ、なくなってるから。ね、え、手紙書くの。ビシッて切れそうで怖い。え、でもなんかあれやん、プレゼント落とす時とか手紙書く。え、メッセージカードぐらいやけど。あ、メッセージカードか。あ、確かに。でも書けた人は書く。ついてたら書くか。怖くて。ついてたらなんか力抜けてます。なんか
めっちゃある私ギターセット家に。買っちゃう。かわいくて。すごいな。持ってきたら。だね。倒しやすいよな。お互いやってたら折れるので。でもまあその場で買って私から写真撮って。お互いがこの。あ確かに確かに。それは入れへんけどさすがに。最近なロッキーはもうその場で買ってるからさ。ここでセコ。ただの買い物に付き添っただけみたいな。いやそれはそう。だってこの間さ。はるちゃんの誕生日プレゼントその場で買ってさ、うん、袋も何も入れず生で買ったしょっぱい買わず買わず生で、あもうそのままでいいわって書いて、しょっぱいといるやつといらんやつあるもんな、あ、今日言いそう、家でめっちゃ紙袋パンパンになっちゃう、話をしたかった、危な秘密ですよ、家でスポーツはしてて、そう、家で紙袋いっぱいなら、ああ、絶対あれは違う、なるなる、捨てられへんし、なんか使うかもとか思って、わかる、手パンパンってくれな、え、これって何？クマさん？何が？クマさんだよ、いいやつだよ、あ、タマではない、うん、クマさん、こんにちは、マッカですやん、私の漢字全部音読みにしてくれてる、え、なんなん、出光あれ、あ、どっかいた、出、あ、あ、あったあった、出光剣図なんぞ、ほんまに、ほんまに、ほんまに絶対ちゃうやろ、そうやって絶対ちゃうで、てか出るに音読みなくない、シュッ、シュッか、シュッ、口に、え、あ、こうっていう、あ、こうっていうか、シュッ、こう、ケツ、あ、結婚のケツやな、なんぞ、なんぞじゃなくない、え、なんぞって、なんぞって、え、じゃあなおもなんぞ、なんぞ、なおもな、なんぞ、なんぞ、おう、なんぞ、なんぞ、おう、朝じゃない感覚、なんぞ、なんぞね、よろしくなんぞ、なんぞ、あ、決済ね、野菜の菜か、こっちの話が、あ、菜、菜やわ、菜野菜、菜ね、うん、菜、野菜の菜だから決済、決済と決、あ、決菜、菜王、菜王、菜王、決済と菜王です。ケツサイと採用コンビです。お団子してたからさ、犬が入ったら信じられへんぐらい気に入っててびっくりした、ね、髪の毛どうしよう、それ誰か決めてください、採用に向けて、毎週でもそろそろ前髪上げたいけど、ちょっと最近上げたいかもな、眉毛、ね、あれ言ってないからな、眉毛カット、わかんない今、枝毛上げられへんわ、枝毛ボサボサや、どうしよう、枝は切りました、でも上げたい、うわめっちゃ上げたい気分になってきたけど上がんな今日は、でも上げたら後ろも下ろさなあかん、わかる、でも今日上げたい気分じゃない、なんかのだけ下ろしたいな、どうしよう、どうしよう、なんか懐かしい曲歌ってあるわ、飛んでけそう、どうしよう、前髪伸びたね、そう伸びたんですよ、自分で切ろうかちょっと迷ってます、絶対やめとけマジ、絶対やめとけマジ、みんな知ってるから絶対やめとけ、最高率は 30% です、そんなないやろ5% やろ絶対マジでやめとけ、私が一番やばかったわ、こんな感じになってきました、どうすんの、もうすぐライブやで、そうやでね、どうしよう、なってカメコ、カメコタイム修正できひんから、自分の前髪修正できやんもんな、ほんまに笑い書くしかないよな、もうあの書つけるとかじゃなくて書く、風吹いてここだけ一部ガリキモー、黒みたいな、めっちゃキモい、面白い、いやなんかくれるメイクさんとなかなか会えへんよな、確かに、聞きたいな、続きはママに来てもらおう、ママ、ママすごいな、いつもママに来てもらって、すごいママ、顔周りの横だけむずいんで、あたまにそのメイクさんがっつり来たいときはメイクさんに来て、すごいな、微調整やったらママに来て、美容院も行きたいな、おると思ったのに、行ったんだ、
思ったよ。だからって東京ライブまで忙しいやん。飛ばしてきたのに。そうやけどちょっとギリギリを攻めたい。まあ、ライブまでにめっちゃ明るく しようと思ってさ。ライブのリハいつ始まるんですか。え、そう私が一番聞きたい。皆さん緊急事態です。リハーサルが始まります。セットリストさえ知らないです私たち。皆さんと同じ状況。そう今みんな同じ。マジグッズしか知らないよな。ドキドキしてますよ。スプラッシュ席があることは知ってる。知らんです。そうやね。ほんまにごめんみんな。どうする？どうする？マジどうする？ほんまに開催されるやんな。え、そこも疑ってんねんちょっと。大丈夫？されますか？大丈夫かな ？GSGK みたいな。うん。GSGK。まあ何するかも当日。いや間に合うんかいなって言われるけどさ、これ結構さいつもやばいけどいつも以上にやばない？やばいです、うん、2週間ですもん。やんな、うん、1公演だけどやばいです。うんやばいです本当に。始まる気配はないないですないですね。まあでも全部水かける。そうね私たちがもう水鉄砲を持つフリーで水フリー修行みたいなブラシのみでやったらいけるわ。そうねギリギリで。まあでもねあのなんとかしてくるのが NLB のねいつものことなので、はい、大丈夫多分、うん、あの1日練習でほぼ、はい、入れないやると思う。ほぼ1日でほぼやると思う。であと調整で微調整微調整1個は何曲ぐらいしますか。ユニットもえユニットがその自分で1曲やったとしたら何曲ぐらいありますか。15曲ぐらい。もっと多い。うん何曲してるんやろ。私数えたことないもんな。そうです20何曲とかじゃないですか。でも全部で23曲、うん、20曲はいってる気がする。23とかでユニットがわからんで、ユニットないかもしれへん、全員で全部やるかもしれん。最近ユニットないからないかもしれない。もしかしたら30曲ぐらい覚えなあかんかもしれないから。そうやばいまだ始まってないのに全部、まあ、皆さんユニットとか言ってますけどマジで何も知らないんで、ユニットあるかないかもちょっと知らないんで、そう楽しみにしてください。みんなあでもないと思ってたらあれか。そうやな、まあ、まあ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 分かんないです。スプラッシュがあることだけ分かっておいてくれれば、うん大丈夫です。そうね。はい大丈夫です。もう何とかしますので。はい任せてください。さすが。楽しいライブにします。絶対します。なので見に来てください。絶対。もうセットリスト何も分からなくて絶対楽しいライブにします。ます気合いだけはあります。はい、はい、気合いだけはあるので。はいあの皆さんぜひ来てください。私がこんな曲もやります。あんな曲やこんな曲。あんな。演出だったりも、あんなメンバーがそうあんなことをしちゃいましたので皆さん、ぜひあのエモい曲も聴きたいですね。久しぶりにあんな曲するかもしれないですし、あやるやる。あのやりたかった曲もね、うん、そうそうそう。ついにあの曲、ついにあのメンバーが曲やります。いつもとは違う意外な一面も見れるかもしれないんで、はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、いやでもね本当にいい公演にいいライブになるとは思いますので、うん、ぜひ楽しみにしてきてください、はい、なんかでもグッズがちょっといつもと ね違うからもしかしたら結構ね本当にスプラッシュとかあるから、うんまあ、そういうのもね私たちと一緒に楽しみながら捉えていきましょう。私たちもそういうの今ウキウキしてるんで。分かったあれちゃんこうやって探すんちゃう。あーなんかこうやってバーみたいな、あーじゃあうちらこうやってシャーってやるんじゃん、うん、どうしようほんまにだから私たちが海賊でファンの人が敵とか敵敵敵海賊って何のためにいるんやっけ。敵倒すためじゃなかったっけ。ごめんかんやライバル。海賊がなんか悪者ですよね。あこっちが悪者、はい、海賊って悪者じゃないですか。分からへん。悪役ってどうする？グッズがあんな海賊やけど全然海賊じゃなかった。やばい。めっちゃ可愛いライブ。めっちゃ可愛いライブかもしれないんで。あのモンテッドとか言う。でも私たちがさあのさ、うん、あれやな泥棒みたいなさ、はい、あれになってたから、なんかめっちゃファンの人みたいに推理しちゃいちゃうけど。何も知らん。何も知らん。ほんま何も知らんけど、まあ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 皆さんで楽しんでいきましょう。そう。
まあ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 、はい、私たちが指名手配されてるから、されてる側なんで、じゃあなんか客席からポッとか出るかな、なんかバーンみたいなやりたいな、バーンプシーンやつ、上手やりたいで、皆さんに青色のペンライトで海作ってもらって、ペンライトカラーやもんな、うわよっしゃあ、ほんまや、ショーコンや、やろうかな、やろうかな、やろうかな、まあまあ妄想はね、膨らませれば膨らませるほど楽しいですからね、楽しんでこう、はい、私の今回のライブのイメージはできました、はい、海ね、青い海水ね、ハットとか被るかな、どうしよう、全然違う、ほんま炎とかやったらどうしよう、炎は違い全然違うかった、どうしよう、寒いかもしれへんから、まあ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 、うん、まあまあこんな感じで、そろそろメイクいきましょう、はい、はい、いきまーす、はい、水風船投げたいな、確かに、あ、水風船投げたいな、確か13位ひーくん、ありがとうございます、12位元気くん、11位ゆ、10位まみちゃん、9位がべお、8位かっちゃん、7位がよね、6位がはまの、5位がみかたちょ、4位がとに、3位がゆうに、2位がしょうちゃんだわ、1位がガンズでした、皆さんありがとうございます、皆さん見てくださりありがとうございました、まあ、先ほども言いましたが、あの素敵なライブにする意気込みは気合だけはすごいあるので気合めっちゃあるんで、ぜひ東京ライブ、そして周年ライブも遊びに来てください、怖いってきます。